ディエゴロペス・ロドリゲス。ディエゴロペス・ロドリゲス。ディエゴロペス・ロドリゲス。1981年11月3日タイは、スペイン・ガリシア州、ルーゴ県パラデーラ出身のサッカー選手。元スペイン代表である。ポジションはゴールキーパー。現在は、リーガ・エスパニョーラ・アル・ CDS パニョール所属。レアル・マドリードのカンテラ出身。2005から06シーズンにデビューし、2試合。 99分に出場した。UEFA チャンピオンズリーググループリーグのオリンピアコス FC 戦に出場したが、リバウドなどに得点を許し、1から2で敗れた。この試合は、ファンラモンロペスカロ監督が初めて指揮した試合だった。スペイン代表の政治意でもあるイけるカシー・ジャスの存在も、あ、レアル・マドリードでの試合出場は限られたものだった。 2006から07シーズンは控え GK として、リーガエスパニョーラ優勝を果たしたが、自身の出場はゼロに終わった。UEFA チャンピオンズリーグでは、グループリーグのディナモキ F 戦に出場した。出場機会を求め、2007年夏に移籍金600万ユーロで、ビジャレアル CFA 移籍。シーズン序盤こそ、セバスティアン・ビエラの控えという扱いだったが、 シーズン中盤に出場機会を得るとそのままレギュラーをダッシュ。20試合に出場し、後半戦のリーグ最小失点に貢献した。同シーズンの UEFA カップでは、決勝トーナメント1回戦で FC、ゼニトサンクトペテルブルクと対戦したが、ファーストレグで飛び出しのミスから、パベル・ポグレブニャクの得点を許し、これが敗退につながった。 2008から09シーズンの UEFA チャンピオンズリーグではグループリーグ5試合と決勝トーナメント4試合に出場しマンチェスターユナイテッド FC との2試合を無失点に抑えるなど安定した備えを見せたグループリーグ最終節ではクリスティアーノ・ロナウドのフリーキックウェイン・ルーニーのボレーシュートアンデルソンの2本のシュートなどをことごとくセーブし 準々決勝のアーセナル FC 戦のセカンドレグでは、セオ・オルコットにチップキックで頭上を抜かれる先制点を喫するなど、3失点して敗退した。なお、グループリーグのオールボー BK 戦でも、トーマス・エネボール戦にチップキックでの得点を許している。リーグ戦では38試合すべてにフル出場した。よく2009から10シーズンでもリーグ戦38試合すべてに、 フル出場したが、チームの不振もあって、失点数を前年度の54失点、1試合平均に1.42から57失点、1試合平均に1.50に増やした。2010から11シーズンもリーグ戦全試合に、出場し安定した守りで、チームの CL 出場権獲得に貢献。これにより3期連続で、全38試合フル出場を果たした。 2011から12シーズンは、第2節のセビージャ FC 戦で退場処分となり、第3節のグラナダ CF 戦に出場できなかったため、リーグ戦での連続出場が121試合で途切れた。その後はレギュラーに復帰したが、勝ちきれない試合が多く14期ぶりにセグナリビジョン2部へ降格した。ジャレアルの降格に伴い、2012年5月22日に、 セビージャ FC に移籍した。セビージャでは、政治系として期待されたが、ベテランのアンドレス・パロップとの併用が多かった。2013年1月25日に、イケル・カシージャスの長期離脱を受け、急遽フルスレアル・マドリードと4年半契約を結び6年ぶりに復帰した。3月5日の UEFA、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のセカンド、レグでは、 怪我のカシージャスに代わりマンチェスターユナイテッド FC 戦で先発出場。セルヒオ・ラモスのオーンゴールで先制点を献上するものの、その後は攻守を連発して敵地オールド・トラフフォードで2-1の逆転勝利に貢献した。この試合を受けてマンチェスターユナイテッドのアレックス・ファーガソン監督は、あの試合では D ・ロペスが違いを生み出し、レアル・マドリードを救ったと評価している。 その後、当時の監督であったジョゼモーリーニョとカシージャスの確執の影響もあり、カシージャスが負傷から復帰してもポジションを明け渡すことはなく、リーグ戦閉幕までその座をキープした。2013年夏にカルロアンチェロッティが監督に就任すると、ロペスとカシージャスをローテーションで起用する方針を明らかにした。ロペスはリーグ戦で コールマウスを守り36試合に出場した。2014年8月13日、セリエ A の AC ミランへ移籍。2014から15シーズンには、政治家系としてプレーしたが、2015年10月25日の US 札層ロカル初戦で、当時16歳であったジャンルイジ・ドンランマが、先発出場を果たすと、そのままポジションを奪われ、出場機会を失った。 2016年8月31日、RCD エスパニョールへ、レンタル移籍した。レンタルで加入したエスパニョールではリーが第3節から、聖書ご神の座を勝ち取り、2016年11月には、ラリーが月間最優秀選手賞に選ばれた。シーズン終了後に3年契約で完全移籍した。 2009年3月28日のトルコ戦で、スペイン代表に初招集された。トルコ戦での出場機会はなかったものの、FIFA コンフェデレーションズカップのメンバーに登録された。8月13日、親善試合のマケドニア共和国戦で、ホセマヌエル・レーナに代わって、後半途中から出場し、代表デビューを飾った。2010年5月10日、2010FIFA ワールドカップに、 向けてのスペイン代表候補30人に選ばれたが、本大会に出場する23人の登録からは、外れた。20910-2310、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。